おはようございます。釣り子 TV です。ガマカツのニューフック、ワーム 34R ハイドロール、ついに釣り具屋さん店頭に並び出しましたね。もうずーっと楽しみにしていた釣り針なんですけども、価格が650円で、税込みだと715円だよっていうことで、で、3本入りなので、1本あたりですね、240円ほどっていうね、非常に、まあ、高級なフックなんですけども、それでも使いたいってね、思えるようなね、スーパーギミックがついているフックなので、買ってみました。で、フックで珍しいですよね。少量入荷のためご協力お願いします。お一人様一点限り同一モデル全サイズの中から言ってますね。ということで50番60番をね一袋ずつ買うことができたんですけども、まあ、簡単に言うとここにこうスイベルがついていて糸よれしづらいよっていうね、でナローゲームのねこういった感じの針ですっていうねことでいいと思うんですけども、いやーこれね何が楽しみだったのかっていうと、あのよく釣れる釣り方ね、ノーシンカー高比重ワームのこうツージャークの釣りね、カバースキャットとかね非常に有名ですけども、そういう釣りのために作られた針っていうことで、それでねここの開発に非常に時間がかかったというね、そういう感じの針なんじゃないかなね。まあこのスイベルをつけることによって糸よれがしづらくなるよっていうことなんですけども、この針にね直接スイベルがついちゃっているっていう、まあ大手メーカーガマカツだからこそできるねこういったアイデア商品っていうね感じなんじゃないかなってね、これ大変だと思うんですよね。こういうなんだろう平打ちだと思うんですけども、まあ針の平打ちの線を作ってそれをこう針状に曲げて非常に鋭いね針先を作り込んでっていうね、こういうね非常に技術力のね、かかった針なんじゃないかなってね、信頼のガマカツブランドから出ておりますよっていうことで、早速見ていきたいと思います。はい、出してみるとこんな感じね、スイベルがついていて、であの釣れる形ワーム34のね形がそのまま、ね、後ろには準備されていてっていうことで、ここがね非常にくるくる回転することによって何が良くなるのっていうと、その高比重のノーシンカーワームとかを巻くときにですね、結構そのくる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 ってね、なんだろう回転しながら上がってきちゃうんですよね。それによってまあ大体この手の針使うときはベイトリールで使うことが多いと思うんですけども、その巻いているフロロカーボンラインとかがですね非常に糸よれしちゃうんですよね。でまあそれが蓄積されていくと、なんていうんですかね、こうコイル状にくるくるくるってなったようなね、癖がついてしまって、で高比重ノーシンカーの釣りだとこうピーンとね、フロロカーボンラインがまっすぐになっていて、その微妙なツっていうね当たりとか手前に走ってくる当たりとか、そういった当たりを取る釣りになるんですけども、結構その糸よれでコイルとかしちゃっていると、そのなんだろうスプリングみたいになってしまって、最初の当たりがね取りづらかったりとかね、まああとキャストするときになんか、結構太めの糸を使うので、そのゴワゴワしたね糸よれ癖がね、邪魔になって飛距離が伸びづらくなったりとか、まあ、そういったところがあると思うんですけども、このスイベルがついていることによってこう回転してもですねそんなに糸よれしないで、上がってくる、これによってですね、快適な、釣りがしやすくなるっていうね、こういうことでいいと思うんですけども、でこちらの針がねあの大元となるあのワーム 34R っていう針になるんですけども、この針自体がですねもともとはあのアメリカのトーナメントで戦う清水森蔵プロが、アメリカのトーナメントで勝つために、作った形ね素材なので、この形自体がもう非常にまずはね信頼感があるということで、米国のトーナメントで勝ち抜くために考え抜かれたエリートシリーズっていうね針のワーム34なので、それにもう琵琶湖のはちゃめちゃに釣るですね富本プロがもうちょっとこここういう感じにしたらより釣れるんじゃないかっていうことで、テストにテストを繰り返されて作られたのがこのねワーム 34R ハイドロールなので、もうね
かなり釣り込んで釣り込んで使い込んで使い込んで、いよいよ我々も使うことができるようになったっていうね、非常に熱い針なんじゃないかなということで、これが発売された後にですね、開発された富本さんが、SNS で発信されていたんですけども、こういう繊細なね、スイベルパートがついている針なので、ワームをつけっぱなしにして置いておくのは良くないよっていうね、1回ごとに使い終わったら、ワームを外してくださいねっていうね、こんなね、注意がありましたね。まあコーヒー重ワームだと大概こう塩が入っているので、でその塩が溶け出したこう水みたいなものがですね、こういったところにね、つき続けると、サビを発生させてしまって、これ自体はものすごい高強度で、作られてると思うんですけども、まあそういう金属の大敵ですね、サビがこういうところに発生してしまうと強度が損なわれてしまうとか、あとはそのまあ回転性能ももちろん落ちちゃいますよねっていうことで、使い終わった後はまあ高級な針ですからね、こうそのまんま、ルアーワームつけっぱなしで、保管というよりは、ちゃんとワームを外して、でまあピッピッて回転させたりして、まあちょっとだけこう水はけしてあげるといいかもしれないですけどね、そんな感じでワームを外して保管、しておくといいね、つけっぱなしはダメよっていうね、こんな案内がありましたね。で、実際にどういう釣りで使いたいのかというとですね、つける具としてはまあこういった感じの高比重ノーシンカーワームですよね。この大人気デプスのカバースキャット 3.5 とかだと、その50番のフックを使ったりとか、あとはそのタイミングによって60番のね針を使ったりとか、この釣りがもう最近はね、一番人気の釣りなんじゃないかなっていうことで、まずはこういうノーシンカーで、でちょっとこう形のついたワームですね、こういうのがまあ針の刺し方によってはくる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 って戻ってきちゃうよっていうね、それを制御することができるよっていうね、その糸色が起きづらいよっていうね、こういう使い方だと思うんですけども、自分がハイドロールを手に入れたら使いたかった釣りがですね、このね高俣シャッドリアルの、まあ、ノーシンカーとかフリーリグを、使った釣りですね。これもね、いっぱい投げて、チャ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 ってアクションして、そんで釣れなかったらすぐ回収して次のキャストに移るっていうね、こういう釣りになるんですけども、そんな時にこのハイドロールを使うことによって糸よれしなくなるんだったらぜひ使ってみたいなと思って、これはちょうどワーム3-4ね、つけてるんですけども、通常の時もこのワーム3-4の従来からあった針のですね、50番とか60番で、ね、使うことが多いんですけども、そういった時にこう違和感なく、これにさらにスプリットリングをつけてスイベルをつけてしまうと、まあ、ちょっとゴテゴテした感じになるなって、ここの先にね、なんかこんぐらい、スプリットリングつけて、スイベルつけてだとね、ちょっとなんか見た目がごってりした感じになるなっていうね、そこでこの今ハイドロールね実際につけてみますね。はい、実際にハイドロールつけてみたんですけども、まあちょっとこれ中古のワームなんで先端がねこう破れ出してはいるんですけども、非常にいい感じのね見た目に収まりませんかね。こんな感じでね、そんな目立たず、でもねここはしっかりとくるくる回って、これは回収の時とかに不用意な糸よれとかを起こさずにね戻ってきてくれるんじゃないかなっていうね、この手のデプスのちょっと大きめでよく釣れるねルアーとか、まあその他 デプス以外にもね、いいワームいっぱいあると思うんですけども、そういったノーシンカーとかをいっぱい投げてチャチャチャって回収するような時に非常にこれいい感じでつくんじゃないかなっていうのと、はい、これブルフラットですよね。通常だと自分でこういうワイドゲーブな針ですね、こういうのをね使うのが大好きなんですけども、最近カバーに打ち込む、なんだろう、ブルフラットの釣りとかだとワーム3-4の60番とか使うんですよね。そういった時にもいいんじゃないかなって、こうスパイラルフォールしていくのが釣れる肝だよっていうね前提のワーム、そういうのにもねハイドロールいいんじゃないかなと思って、はい、早速ねブルフラットにもハイドロール50番つけてみましたね。すごい、なんだろう、
フルフラットなんかにもすごい良さそうだなっていう。これをノーシンカーで使ったりすることも多くて、あとはまあフリーリグとかライトテキサスとかに使うんですけども、やっぱねこいつもちょっとね、なんだろう、傾いてついたりすると結構回収の時にくる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 ってね回って帰ってくるんですよね。まあそので、あとは待つ時のなんだろう、フリーフォールでこうスパイラルさせて待つっていうのが前提の使い方だったりするので、そういった時にここになんだろう、糸よれしないようなこういうスイベルがついてるっていうのは非常に面白いんじゃないかなと思って、でこのワーム34のこれ50番ですけど、50番60番よくね使うんですけどもね、比較的後ろ寄りにフックポイントが準備することができるんで、そのワーム34のあの釣れる形にね、このハイドロール独特なギミックがついている、これはすごい本当に実際に使うことが多そうだなっていうセッティングなので、まあブルフラットこれ 4.8 の場合は60番とかの方がいいかな。まあこうやってその出っ張りが少なくなるんで、でこういうブルフラットってカバー込み入ったところに入れれば入れるほど釣れるんで、まあこれによってね引っかかりが少なくてね、トゥルンって入っていってね、だからこのナローゲームの針使うことってのも非常に多いんですけども、そんな時に通常だと普通のワーム 34R を使っていたんですけども、これからはねこういった在庫があればハイドロールを使って打ち込んでいくっていうのもね一つ手じゃないかなって、これもねぜひやってみたかったっていうことなんで、はい、というわけで本日の釣りコー TV はこちら、ガマカツから、新しく登場したですねワーム 34R ハイドロールね、こちらの針を、開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。